僕らの宇宙教室の宮川博史です。今回は宇宙マイクロ波背景放射についてです。まず宇宙マイクロ波背景放射とは何でしょう。それは宇宙で最も古い光のことです。では宇宙の始まりについてお話しします。宇宙は138億年前にビッグバンによって誕生しました。最初は、プラズマで、火の塊状態だったために混み合っていました。つまり光が物質に邪魔されてまっすぐに進むことができなかったんです。ですから、この頃の光は見ることができないということです。宇宙が誕生して40万年くらい経つと火の玉宇宙が広がり、温度が下がり、空間もできたので光が進めるようになったんです。これを宇宙の晴れ上がりと言います。これが宇宙誕生から約40万年後に宇宙で最も古い光と言えますが、この光は宇宙が大きく広がったために周波数が下がって電波に変化しています。このマイクロ波という電波を今でも地球上で観測できるのです。宇宙のどの方向からも同じような電波が地球に届いているのです。この電波のことを宇宙マイクロ波背景放射と言います。では銀河系から観測可能な宇宙の外れである宇宙マイクロ波背景放射のまでの映像を見てください。銀河系天の川銀河をスタートしました。はい、観測可能な宇宙の外れに近づいてきました。はい、これが、宇宙マイクロ波背景放射です。138億光年の場所です。これが私たち人類が、観測できるという意味で観測可能な宇宙と言っています。この宇宙マイクロ波背景放射の電波を発見したのは1964年にアメリカベル研究所の2人の研究者アーノ・ペンジアスとロバート・ウィルソンによって発見され、2人は1978年にノーベル物理学賞を受賞。アナログテレビのザーというノイズ映像の砂嵐もわずかですが宇宙マイクロ波背景放射だそうです。ですから多くの皆さんは大規模なアンテナ設備を使わなくても宇宙マイクロ波背景放射の電波を見ていたということになります。実際に宇宙マイクロ波背景放射の電波を発見した2人の研究者も最初はノイズだと思っていたそうです。偶然の発見だったんです。宇宙マイクロ波背景放射のことを宇宙背景放射、宇宙背景輻射、マイクロ波背景放射などということもあります。この宇宙マイクロ波背景放射を調べることで、宇宙誕生の頃のことや、現在の宇宙の謎であるダークエネルギーの解明にもつながるようなこともわかるのではないかと言われています。日本のみならず世界の、研究者の皆さんの新しい発見に期待して、楽しみに待ちましょう。